公暦2680年、西暦2020年、令和2年8月6日13時31分です。行動的です。ちょっと髪がちょっと爆発してます。ちょっとはい。いや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 、というか、今回のテーマは、先に尽くしなさい。幸せになりたければ先に尽くしなさいって話なんですけど、まあちょっと違うかな。別に俺はね、別に幸せになりたいから先に尽くすっていうのじゃないですよね。別にだからそれだとさ、こうギバンテイクみたいな感じなんで、幸せになりたいから尽くすっていうんじゃなくて、僕は本当ただただね、尽くしてる、愛を届けてる、だから愛してるぜ、お前ら愛してるぜって言ってるわけでしょ。うん、だからね、でもなんつうんだろう、みんなが、俺はみんなに尽くしてるから、みんなを愛してるから、俺が、結果的に俺も愛されてるわけ。愛され、宇宙エネルギーです。愛されてるわけ。わかる？だから、俺はさ、どっちから言おうかな。うん、まあ、こっちから言おう。だからさ、俺もさ、その、あったよ、昔は。損したくないみたいなの。損したくないみたいなあるじゃん、みんな。だから相手がしてから自分がするみたいなあるじゃんか。自分からするっていうのさ、しなかったりするじゃんか。自分損しちゃうから、損したくないから、自分が得したいから自分からしたくないみたいなあるわけじゃないですか、人間って。まあお金とかもそうじゃんか。お金払うのとかもさ、自分は払いたくないみたいなあるでしょ。だから払ってもらえたら嬉しいとか、払ってもらえたから払うとか、そうじゃなくてもう自分から払うみたいな。例えばだから、政見放送とか、政見放送とか、都知事選だとそうでしょ？俺だって300万払って都知事選出てるから、みんなこうね、俺にコンタクト取ったりね、この動画とか見てくれたりするわけでしょ？俺が与えてるわけじゃんか。与えてるともうおこがましいですよ。おこがましいですけども、俺が尽くさせていただいてるわけじゃないですか。だから俺が、そのね、まあお金払って、もう合計1020万持ってかれてるんですけど、それもう与え続けてるわけですよ、僕は。うん。人知れずか分かんないけど、その結果、興味持っていただけてるわけでしょ。なんもなく、俺に来てるわけじゃないじゃんか。俺がもう本当に長い年月かけて、お金も時間もかけて、世間に、世の中に対してそういうアプローチしてるから、皆さんがこうね、愛してくださってるわけじゃないですか。だから僕が先に与えちゃってるわけです。与えてるわけです。なんか、ね、頭の悪いやつはね、なんか、紐だなんか、なんだかんだ言ってるかもしれないですけど、僕がまず与えてるわけです。与えてるから、こう来ていただいてるっていう、そのね、簡単な仕組みすらわからないね、くるくるパーが多すぎて、なんもなかったらさ、俺に何もしないでしょ。俺のこといいとも思わんし、俺がいいと思ってもらえるようなことを俺がしてるからこう来てるわけ。俺が先に与えてるから。で別にそれ与えてるって言っても、そんなにおこがましいですよ。本当別にそういう気持ちなわけ。ただただ世の中、人のため、恩返しのためになるようにしたい。そのためにじゃあ自分は何ができるかっていうのを僕は考えて、そういうふうにやってるわけね、俺なりに。それがね、他の人にとってはさ、サラリーマンとかさ、何でもいいわけですよ。で俺はこういう形のやり方で社会に貢献とか世の中良くしたいっていうのをやってるわけです。ただじゃあかといって、じゃあ都知事選出ればいいのかとかさ、300万払って選挙出ればいいのかっていうわけでもないじゃないですか。だって出てる人もいるわけでしょ。今回ね、今年23名ですか、最多ですか、ちょっとね、人数忘れたけど、22か23かよく忘れましたけど出てるわけでしょ。でも出てても得票数が違かったりとか、フォロワー数が違かったりとか、こうバズり方が違かったりとか、いろいろあると思うんですけども、だから出ればいいってわけじゃなくて、だからじゃあ出るにあたって、まあね、僕はだからなんか皆様のこの笑顔とか、どうしたら世の中に対してね、こう気づきとかアプローチ、まあ、元気、勇気だとか、まあそういう、もう総合設計も、僕は天才だからそういうふうにね、こうアプローチできてるわけですけど、で他の人もね、まあ、別にね、他の人と比べるとかじゃないですけど、僕はだからそういう、もう年月かけ緻密な、計算つったら、ね、おこがましいですけども、本当におこがましいですけども、もう設計してるわけですよ。だから僕のこういうスタイルとかもそうだし、キャラクター、ね、ちょっとなんか可愛い、てるちゃんもいれば、もう怒ったてるちゃん、激怒するてるちゃんもいるし、
ちょっとね、ちょっとエッチなてるちゃんもいるし、真面目なてるちゃんもいるし、もうそういう総合芸術ですよ、もう。それがね、分かってないのに、くるくるパーがね、多すぎてね。まあ、そんなやつは相手にしないんだけども、ほんと、奇跡。うん、俺37やで、もう、まあ、もう奇跡やろ、こんな。年収100万未満で、これ37歳で、もうこのセンス、能力、才能、この美しさ、なんでしょう、これ自分で、まあ、ちょっと、うっとりしてきた、本当に。うっとり濡れちゃう。まあ、まあ、いや、だから、とにかく、これはだから、別にね、なんか、じゃ300万払って、選挙出れば、じゃあ、なんかみんながやってくれるのかとか、まあ、そういう話じゃなくて、だから僕はもうそういう努力、俺はね、ヘラヘラしてるから、ね、あの、なんかこう、なんであいつ遊んでるだけじゃないか、もうなんか女の紐だろうみたいな、なんかね、そんなね、もう事実無根なことをね、もう、のたまうね、くるくるパーが多いんですけども、僕のね、その、努力か、もう、その、なんか、アヒルか白鳥か分かんないですけど、こう、水面の下でカラ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 ってやってる、もう、努力は見せずに、ふわーってもう、わーみたいな感じで やってるこの優雅さ、優美、上品さ、気品さ。まあいいや。あの、そういうのはね、あるわけですよ。だから、まあちょっと、すみません、ちょっと、後半途中、自慢話でちょっとうっとりしちゃいましたけども。だから、まず与えなきゃいけないんだけども、まあ与えるって言っても、相手にとってね、与えて嬉しいものなのか、元気になるとか、勇気になるとか、笑顔になるとか、そういうのを考えてやることも大事ですし、だから僕はだからそういう風にやらせていただいてるわけですよ。なので、まずだからね、根本的に思考というかマインドをね、まずその、奪うじゃなくて与える。自ら与える。で、見返りを求めないことですね。だから俺見返り求めてないもん。見返り。うん。見返り求めたら多分ね、俺ね、嫌なやつになっちゃう。ほんと。うん。結構ね、こう、そうだね、見返り求めたらね、嫌なやつになっちゃう。だから見返りは求めない。見返り求めなくて、俺が与えられるものはね、全部与えちゃう。だけど、ここだけはちょっと無理だとか、俺神経質だからさ、不潔は嫌だとか、タバコの煙嫌だとか、まあいろいろあるわけでしょ。まあそこだけ守って、だからお金は俺ちょっと選挙で貯めてるからお金はもう使えないと。で、他のね、俺が与えられるものはもう全部与えると。うん。全部体張りますと。全部どうぞっていう。もうだそういう感じですよね。だからなんかメリハリというか振り切れてますけど、うん、だからまあそこでね見返りを求めないと。で相手が幸せになったらそれで素敵やんか、うん、自分が与えて相手も幸せになって素敵やんか。で割となんかいただけたりする。でそれは 100% じゃない。でも別にそれもらえなかったとか言って別にどうとも思わんし、それはなぜかというと俺が好きでやってるから。そっちのさ、精神衛生上健康やんか。うん。だからもうどうしても欲しいときは、こうこうこうで何時間いくらですとか、こうこうこうでこうですとか、いくらかかりますとは言うよ。でもまあ、そうじゃないときはもう、ね、もういいやみたいな。そうするとね、向こうもね、気遣ってくれたりもするし、うんまあ、気遣わない人もいるかもしれないですけど、あんまいないね。あんまいない。うん。そうそうそう。まあね、そんな感じで、だから、自ら与えることによって、その結果、幸せになるんじゃないかなと僕は思います。はい。ということでね、ちょっとね、人生うまくいってないとか、ね、なんで俺は不幸なんだとか、幸せになれないんだっていう人がね、いたらね、それちょっとマインド、思考回路をね、ちょっと見直して、まずは自分がね、できることを与えていったらいいのかなと思います。だから、自分は苦しまないで、苦しんで、もう辛いです。与えたくないです。もうこれ与えたら死んじゃいますとかはやんないで。俺はだから、自分のできる範囲で、だから、俺にとっては簡単だけども、誰か他にとっては本当に重要なものがあるわけでしょ。だから俺にとってはもう、たくさんあげられるものはあげて、だから、ね、相手満たされるじゃんか。で、相手にとって、与えられるものはこっちに来るわけ。そういう循環なわけ。わかる？うん。だから俺が、もうこれ与えたら大変ですみたいな与えないよ。うん。生活もあるし、生きていかなきゃいけないから、そこは確保しつつ、でも俺の中で余ってるものがあるわけですよ。たくさん。与えられるものは。それを与える。そうすると向こうの余ってるものを、なんかこっちに来るわけですよ。そういう仕組みになってるわけよ、世の中。うん。だそういうふうにね、考えて、
生きたらどうなのかなと思います。ということで、後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。